メラゲームならもう次のゲーム行きましょう。こうしないと体がぶっ壊れかねないから。無意味ながらどこにいるが把握するのも仕方がない。どうだろう、ここ回して。あんまり負担をかけないよ。方法模索しながら。うんしろって言って動いてるやついるかつ。ダメだよな、もうよ。信号してる状態で、うってもう、えまいするもん、信号してる状態で。ダメだわ。いやーもうさー、ダメだわ、この考える力がねえやつ。俺たちまでこう被害を受けてるっていう。ダメだよな、みんな困ってんのに。ダメだよな、考える力がねえやつとゲームすると。回復してるよね。ここから、この裏を返す。弾使うでしょ。無理だもん、あそこで無駄にやられるやつ。信号しても、もう無理だから。人のことを考えらんないやつって。治療する人がそこにいるのに。
体で動かないと思う。そうだよ。疲れた。ああ、今休ませながらで、体休ませながらにしよう。ちょっと引っ張りて。でもまあ、ここはアクションやってる定めだから、やりすぎはやっぱダメやな。他のゲームとか人狼とか、人系使っていけるのダメや。ダメやなぁ。ダメだよなぁ。しゃがんでさぁ、無警戒のやつ、上から見えんだろ。何やってんだよ、こいつよ。こんなレベルしかいないんだよ。敵はキャントンしないと言わんばかりに。お腹立ってる。ダメやなぁ、ほんとに。遅いもんね、見えてないもんね、他のやつ。負けそうな雰囲気よ。脱出はしてもらいたいけど、別に俺じゃなくてもいいんだけど、せっかく通電したからね。どこに、どこでやるか。何どっちがあるでしょ。ほぼ勝てないと無理だから。これやこれや、ヒエロジャンダルバランスバース。向こうあげないの君たちは。全部負傷のやつにおんぶに抱っこ。なんでそのレベルなんだろうが。全体的にさ、トンネルがないと思ってんのがさ、この人もさ、上から見えたじゃん、ナースが確実に。なんで見てねえの、まず。絶対にキラーはトンネルしないっていう発想するに決まってんだろ。俺はだから見てんじゃん、どう考えても。全部動いてんじゃん。治療に行かないからだよ。救助治療に行かないからだよ。トンネルの傾向がなんか多少感じはするから回復ができないんだよ、全然。ならば、もう、逃げる体勢取らなきゃいけないんだよ。何回も何回も学習しないんだもん。エンミンとかのよ、中華フェ、あ、中華じゃない、中国服の、チャイナドレスのやつも、なぜ一回やられて、その二回目もそこに入れるの？マジわかんない。一度やられたんでしょ？遠く逃げるに決まってんだろう。なぜ見ないの？ララクロフトも丘で。よくわかんないけど。
かったわ。俺がずっとマーク外してなんとか。俺がエースじゃ。エースで、エースの